留学して帰ってきてから、僕は否定語を使わなくなりました。できないとか、やれないとかではなくて、やる、できる。で、実際にやってできなくても、どうこれしたらできるようになるんだろうって考えて書き出すんですね。そうするとできるんです。いずれはできるんです。なので、僕よく勝つために今負けろって言ってるんですけど、今負けててもいいです。将来的に自分がやりたいところにたどり着ければいいと思っているので、その精神を皆さん持っていていただきたいなと、強く、僕はそれを信じているので、ぜひその言葉を忘れずに持って帰っていただけたら、今日はお忙しい中ありがとうございました。